我々のこの、即興セッションをやろうと思うんですけど、マジで何やるか、マジで何も決まってなくて、さっきも何もやるか、そうだからなんかちょっとテーマをもらっていいですか。じゃあ雨降ってるんでちょっと雨っぽい感じ、雨っぽい感じ、一番苦手なやつですよ、音ちっちゃくしないといけない。俺音がお聞きなことを売りでやっていたドラマなんで、じゃあ雨っぽい、雨っぽいベースから始まるかドラムから始まるかどっちがいい？ドラムからで。毎回毎回俺に突然出てくるから。じゃあまずドラムからいきますね。はい、行きましょうね。Thank you.
はい、じゃあちょっとずつ参加してみてもらいましょうかね。そうですね。どうしようか、どっちから。まだね、あと20分やらないといけない。そうですね。だからなんかテーマもらっていいですか。どうぞ。せいまくん。すごい今油断してたんで。そんな一回終わるとは言ってないから。せいまくんなんかテーマもらって。そうですね。テーマを検索。テーマを検索。はい。夜。夜。あ、夜。夜。夜。じゃあ夜っぽいベースを弾いてもらっていいですか。じゃあ。まあ、夜やな。夜です。
夜で。ありがとうございます。どこが夜やねんって言う感じだね。ドキドキ。セッションで ね、こういうのよくあるんです。お題みたいなの出されて。あ、そうなの。結構あって、例えばこの曲やってくださいね。それで回す時があるんですけど。あ、なるほどね。こういうのがね、一番ドキドキする。こういうのは結構ドキドキ。みんながこれどうすんのみたいなね、目配したりする。危ないとこや。危なかった。今はなんとか。なんとかなんだ、ね、持ち越した。はい、じゃあそろそろ。そろそろ。そろそろ。ちょっとね、そうなんですよ。C3 は、スタッフが、まあ、今全員で4人いて、ちょうど今全員揃ってるということで、この C3 バンドをね、さっきほんまにもうこの30分前ぐらいに初めて組んだんですけど、はい、それを今日はねやろうと思います。じゃあオーナーの白川さんですあと一二三君も、来てもらおうかな。よろしくお願いしますスタッフが偶然ボーカル、ギター、ベース、ドラムというね、こう、うまいこと揃って、揃っちゃう。一緒に私5年ぶりに人前でギターやってます。
暗めの、かっこいいやつ、かっこいい路線、かっこよすぎる路線。いやできちゃうもんでですね、ええ感じになったっすね。あと10分あるっすよ。もうあとじゃあ最後1曲にしましょう。最後1曲にして、なんかちょっとかっこよくなりすぎたんで、自分もかっこなんかちょっと言葉が鋭くなっちゃった。なるほど。だいぶ柔らかい感じです。あ、なるほど。じゃあちょっとさっきあのリハみたいなやつ、リハみたいなやつをやる。次はまあ一緒にやりましょう。はい、ありがとうございます。